ずはじゃあ柏木さん、はい、勝負下着は今もズバリベージュで、そうでやっぱお仕事の時、はい、そのベージュっていう決まりというか、はい、AKB 入った時にそういう風に教えられて、はい、なので私の中ではそのお仕事がやっぱ勝負なのでそのベージュって言ってたんですけど、はい、でもそのラビージュールのアンバサダーきっかけに本当にいろんな下着を、うん、持つようになったので、はい、うん、今は逆に決めるの難しいぐらいいろいろありますけ ど、はい、そうですね、うん、でもピンクすごく好きなのでピンクでだいぶお店開けるぐらいはピンクで、いろんなバリエーションのピンクをお持ちなんですね。持ってますね。だからベージュにプラスピンクが足されました。なるほど、更新されましたね。更新されました。ベージュプラスピンクということです。さあそしてユイリーとミウちゃんの勝負下着のカラーも聞きたいです、はい、ということですが、勝負下着って、はい、お二人いかがですか。でも黒しか持ってないぐらいです。黒しか持ってないし、うん、のプレゼントで他の色もらった時に、うん、履いててもうそわそわしちゃうんですよ。着替えの時に鏡越しに映った自分とか、うわ、うん、今日なんか黄色履いてるみたいになっちゃうので、はい、やっぱ仕事中は落ち着かせるためにも多分私は黒の方がいいんだと思われます。大好きな黒が勝負下着ということですね。はい、下尾さんはどうでしょうか。私は落ち着く色が結構好きで、はい、あのくすみ系のブルーとかグリーンとかが好きなので、はい、うん、そうです。私もでも勝負下着ってやっぱベージュになっちゃいますよね。仕事の時はね、やっぱお仕事の時はそうなんですよ。衣装に支障がないようにベージュ着ちゃうんですけど、うんうん、私的にはまあ心をリラックスさせる意味でも、まあ、くすみ系の落ち着いた色ですかね。くすみカラーが勝負下着。、はい、皆さんありがとうございました。、はい。